こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。事務局への問い合わせ方法を教えてください。購入した商品の不備で使えないで困っています。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう、はいえー。この動画ではこちらの,、ね、あの質問が来ましたので、ぜひ、ね、紹介させていただきます。はいえー、こちらなんですよね。えー、と事務局へのお問い合わせ方法なんですこちらになりますで。この通りやっていただけで、最後にあのその他ですね、こちらの方に、えー、と ID ですね。 取引先の ID と写真のところを入れていただいて送っていただければあのメディカル事務局が何らかの方法で対応してくれるかと思います。はい、それとです、ね、もう1つはですね、取引先ですね。取引先に直接連絡する方法もあります。であのまあ、この場合、ですねあの、取引完了となってますので相手の方からね、あの反応がないと終わってしまいます。はい、なのでぜひ、ね、こういった風にならないように商品購入した時点で必ず確認してね。で、あの ない場合はすぐ連絡して、まあ、の返品とかもできます。はい、でメルカリはですね、あの購入者の方はの方がやっぱ強いので、ぜひあのこういったふうな、ね、トラブルにならないように、まあ、気をつけていただければ、ね、いいかと思います。LINE、はいはいえー、登録お願いします。LINE としていただきますと、えー、30分無料コンサル10万円稼げるマリヒマニュアルプレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube か質問一切受け付けてません。LINE の登録をよろしくお願いします。 本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。